続いては私がお伝えしますのコーナーです。今日は宮崎がお伝えします。今日のテーマはこちら出ますかね？秋の花粉症です。花粉症と聞くと春をイメージする方多いかもしれませんが、秋のこの時期も悩んでいるという方も多いと思います。それではまずこちらをご覧ください。花粉の悲惨時期を表したカレンダーになっていましてえ、3月、4月まあ、いわゆる春の花粉は杉ヒノキの。 飛散が目立ちますよねそして9月からの秋の花粉というものはブタクサそしてよもぎが目立ちますまた10月からは杉の飛散も始まり稲は1年を通してほとんど花粉が飛んでいます今日はこの秋の花粉について症状や求められる対策について聞いてきました花粉に対する防御反応花粉症 その症状は基本的にはくしゃみ、鼻水、鼻づまり、あと目のかゆみなんという代表的な症状はあまり変わりはありませんが秋の花粉は非常に小さいので吸い込んで胸の方まで入って咳だとか喉の胃外が感が強いと言われています9月の後半から急激に増えた印象がありますちょうど少し寒くなってきた時期と合致するかなというふうに思っています 秋の花粉の試算はまさに今がピーク花粉症になった場合の治療法は基本的にには内服治療になります春の花粉に関しては完治させる治療舌下免疫療法というものがあるのですが残念ながら秋の花粉に関してはその治療法は確立していませんですから、えー、薬局もしくは医療機関に行ってしかるべきお薬を使うということになります 治療法が確立されていない秋の花粉症原因となる雑草はこんなところにこちらには秋の花粉症を引き起こす一種オオブタクサが自生していますこのような道路脇や河川敷などで多く見られるということです菊地医師はマスクや眼鏡の着用など春の花粉症と同じような対策に加えて 雑草に近づかないいこととが何より大切だと言います杉の花粉は、遠く、高いところから飛びますので、えー、と数キロ、数十キロ先まで飛ぶことがあります、それに比べて、秋の花粉というのは雑草ですので、飛び始めの高さが低いので、数十メートル程度で収まるといわれています症状を抑えるために、自分の判断で避ける工夫ができる秋の花粉症。 風邪の症状と間違えている人が多いそうで気になる人は一度検査を受けてみるのも良さそうです。